埼玉西武ライオンズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、インサイド落ちました、取りました、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている村上。有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。ピッチャーが取る、アウト、ツーアウト。バッターボックス森、ツーアウトランナーありません。この回のライオンズ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。まあ、積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。はい、そう、打ちました、取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあ、これからライオンズが守備につきます。そしてイチローが打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。最初は変化球持ってきました、ストライクです。素晴らしいコントロールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ノーボール2ストライクです。次が4球目、外れてますか。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。変化球で空振りを取ります。まず1つアウトを取りました。バッターは2番に入っている松井。山本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インサイド落ちました、山本、ツーアウトになりました。バッターは3番高橋。ツーアウトランナーありません。先発ピッチャー山本、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか、よく見ています。タイミングが合いません。ワンボールツーストライクと追い込みました。インコース詰まりました、ここはフライになっています。2回表に入ります。ライオンズの攻撃、バッターボックスには4番イチロー。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で迎える中盤の攻撃です。これはバットが泳ぎます。ノーボール2ストライク、変化球空振り、ワンアウトです。5番バッター山田、有原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球は何から入ってくるか。インサイド落ちました、取りました、アウト、ツーアウト。バッターボックスには6番源田、ツーアウトランナーありません。初球ストライクを取りました。スピードボールを持っています。サード取った、一塁アウト、スリーアウトです。2回の裏になります。さあ、イーグルス、この回は4番から始まります。バッターはバース。ライオンズ得点に動きはありません。0対0です。インコース詰まりました、山本が抑えています。ワンアウト。バッターボックスは5番王。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球変化球は空振りです。ボールになります。これが3球目、ボールになります。インコース空振り、2ボール2ストライクです。ファウルになります。アウトロー外れます。3ボール2ストライクです。インコース詰まりました、取って2アウトです。6番バッター村上、2アウトになっています。打ちました、セカンド取る、1塁アウトで3アウトチェンジです。3回に入ります。7番から始まるライオンズの攻撃、丸が打席に入ります。
ライオンズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあここはね、確実に行きたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。ショート取った、アウト。初球ストライク。スピードボールを持っています。2球目は何で来るか。綺麗に落としてきました。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、2アウトになりました。バッターは9番に入っている福留。2アウトランナーありません。さあまず1球目打ちました、山田。1塁アウト、3アウトです。3回の裏に入ります。7番から始まるイーグルスの攻撃、バッターは吉田。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。空振りになります。ノーボール2ストライクです。外球打った、一塁へ、一塁アウト。8番バッター山田、山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。この打球はファウルです。切りました、ファウルボール。三振になります。バッターは9番に入っている田淵。2アウトランナーありません。変化球打った、抜けていった、レフト前ヒット。2アウトランナー1塁です。打順はトップに帰って一郎、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。三遊間うまくさばいて一塁アウトで3アウト。回は4回の表に入っています。ライオンズ打順よく1番から始まります。さあ打順はトップに帰ってビシエド、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ライオンズストレート打った、サード取った、一塁アウト。ワンアウトランナー三塁二塁です。さあそしてバッターボックスには村上が入ります。ここは好打順ですから勝負どころですよ。はい、さあワンアウトになりましたがなおもチャンスは続きます。まあもう終盤ですから今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。ストレートで空振りを取ってきます。これが2球目、外の低め見極めます。150キロ、変化球打った、ピッチャー取った、一塁アウト。これで3アウト。楽天イーグルス4回裏の攻撃になります。続くバッターは松井、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。インサイド打った、際どいタイミング一塁アウト。ワンアウトランナー三塁二塁です。さあそして打席には高橋が入っています。怖いバッターが続きますね。さあアウトカウントが1つ増えましたが得点圏にはランナーが残っています。レフトへワンバウンドヒットになった、ホームイン、決めた。高橋さよならのタイムリーヒット、なんという劇的な幕切れ。最後は